はいどうも、北海道タルスラジオ大久保克也41歳、毎日いろいろ動画上げてますんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回皆さんにご紹介したい作品、こちらの作品になっております。アタックということで、2009年からコミック版で連載されていたバレーボール漫画になっています。大島司先生ということで、シュートで有名な先生ですね。まあ僕自身ですね、サッカー好きっていうのもあってね、このシュートっていう漫画はまあ今でもね、1年に1回ぐらい読み返すような作品になっていて、いつかね、こういうようなご紹介にもやっていこうと思ってるような作品なんですけどね、シャープ4、5ぐらいいっちゃいそうなんでね、まあちょっとタイミングを見計らってる状態っていうのはあるんですけど、まあ大島先生ということで、小悪魔的なヒロインとのね、恋愛もあったりとかするような青春真っ盛りなバレーボール漫画になっていて、笑いどころもね、いっぱいあるような漫画になってると思いますんで、シュートファンにはたまらないような作品になってると思いますんで、行ってみたいと思います。主人公の加藤春隆は中学生時代、身体能力の高さと抜群の運動センスで賄賂なんかももらいながら8つのクラブを助っ人として活躍していたんですね。入学した掛川高校で助っ人を続けていく予定だったんだけど、バレー部のマネージャー小林舞子と出会い、バレー部の期待の星と呼び、猛烈な勧誘で主人公の加藤をバレーボール部に入部させます。加藤はしぶしぶバレーボール部を訪れるけど、そこにはもう一人の期待の星金子優太がいて、加藤は対抗意識を燃やして金子のブロックをスパイクで打ち抜くため河原の公園で特訓をしていると、バレーボールに詳しい謎の大男に出会い、その男に特訓をしてもらうことによって、もう一人の期待の星金子との対決に挑むことになります。その対決は、いくら運動センスのある主人公の加藤でも、金子は中学時代に全国大会ベスト4や日本代表候補にも選ばれているような選手で、加藤は負けてしまい体育館から逃げ出そうとするんだけど、その時公園で特訓をしてもらっていた大男が現れ引き止められます。この大男は実はバレー部のキャプテン小林健吾で、怪我のため長期の離脱をしていたんだけど復活をして、そしてさらにマネージャーの舞子の兄だということも分かります。その後大学生と組まれた練習試合で加藤のスパイクは連続ブロックに合ってしまい、もうジャンプができないぐらい心が折れてしまうんだけど、舞子の言葉で加藤は傷つくのが怖くて一歩踏み出せなかったけど、そのラインを越えて限界まで走りたいということで、高校生活の3年間全てをかけてバレーに取り組むということで、バレー部で全国大会を目指していくことになっていきます。ということで、なかなかね、青春まっしぐらのスポーツ漫画なんですけど、まあ僕自身はと言われると、中学校時代は普通に遊んでばっかりだし、高校の時もね、遊んでバイトばっかりしてて、なんかこう部活をね、一生懸命やったとかいう経験も記憶も思い出もないんでね、学生時代ね、クラブ活動なんか頑張ってる人たちのね、当時の話なんかを聞いてるとね、あーなんかちょっと羨ましいなーなんてこともね、思ったりなんかします。ということで今回はですね、大島司先生の青春まっしぐらバレーボール漫画アタックという作品ご紹介させていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。